こんにちは、マリーです。えっ、ー、と、今回は、アイカツスターズ、えっ、ー、と、星の翼五段の配出結果の方をやっていきたいと思います。で、今回はですね、何だっけ、星太、太陽のドレスということで、えっ、ー、と、太陽のドレス自体を、自体をというか、それ、えっ、ー、と、それを狙うためにプレイしてきました。今回のは配列順ではなく、レア度順になっていまして、なっています。 やっていきます。ちょっと机の上が汚かったので一部しか取れないんですけど、本当に申し訳ございません。ではやっていきます。まずノーマルのキュートですね。ピンキーカントリートップス。で、それに合うボトムス。ですね。はい。で、次がプリティースカイブルートップス。それに合うシューズですね。で、次がクールですね。ノーマルは今回本当に少ないです。キンガムチェック。 ククールトップスが2枚被ってしまいました。で、それに合うボトムスでシューズ。で、こちらのコーデは揃えることができました。で、グレースブラックトップス。それに合うボトムスですね。では次セクシーです。アイスリーあアイ、アイス、アイリスフリルスカート。 それに合うシューズですね。で、ポップで、カラフルエンジョイ、ニットベスト、それに合うボトムス、スカートかなが出まして、ノーマルは以上で終了です。ノーマルこれだけですね。今回は、あの、プレイというよりも、えっと、買いましたね。お買い物して、カードを集めました。はい。次が、レインボービリーパルフェの、ジョイフル、 ベルスカート。こちらはクリスマスの限定のものとなっております。こちらはボトムスミ2枚ですね。で、スパイスコードのシングルスノースカート。で、パーフェクトクイーンのスカーレットサンタトップスと、それに合うボトムス、スカートかなスカートです。で、ふわふわドリームのウィンターワンダートップス。それに合うシューズ。以上でキャンペーンでは終了ですね。 こちらからレアになります。フローリッシュフラワーアクセ。あ、マイリトルハートですね。でこちらのアクセが2枚と、それに合うトップスが1枚。で、それに合うスカートとシューズで、コーデを揃うことができます。揃えることができました。で、次がスパイスコードのガーリービートカチューシャ。それに合うトップスが2枚かな ?2 枚出ました。 で、次が、ロイヤルソードの、ジェントルナイトビジュー、ビジューアクセ。ですね。で、ロマンスキス。で、アラベスクラーブライトスカート。あれ待って、あ合ってます、大丈夫です。で、それにはシューズが出ました。で、次、パーフェクトクイーンの、ルージュカメリアロー,ローズアクセ。カメリア、椿かなはい、で、フワフワドリームの、 モコモコキャットカチューシャ。あ、それに合うボトムスです。一枚落ちちゃいました。おいしょ。失礼しました。はい、それに合うボトムスです。で、それに合うシューズで、あとトップスで揃うことができます。でも、ここから次、プリパラレア、あ、プリパラレアじゃない、ししプレミアムレアで、えっと、エンジェリーシュガーのいちごちゃんと、いちごちゃんのコーデと、 えっと、葵ちゃんのフューチャリングガールと、ランちゃんのスパイス揚げ派がラインナップされています。多分そこまでしか私は知りません。他出てたら本当にごめんなさい。で、こちら、マーメイビス、マーメイドビス、ビス、ピスケスカチューシャですね。こちら、ウオーザのやつなんですけど、今回は普通のウオーザとかないですね。で、それに合うトップスが2枚出まして、あ、3枚だ。 3枚出て、ボトムスと、あとシューズが出れば、こうでは揃うことになります。で、フューチャリングガール。こちらも持ってますね。こっちの多分エンジンシュガーの方は持ってなかったかな。クリスタルアクエリアストップス。で、それに合うボトムス。それに合うシューズで、あとヘアアクセで揃うことができます。で、次、スパイシー揚ハの獅子座。これが、あの、自分のやつで確か持ってなかったような気がするんですよね。 ちなみに、ちょっと見せるの忘れてしまったんですが、ランちゃんです。はい、スパイシー揚げ派の、キングレオトップス、それに合うボトムス、それに合うシューズ、それに、それに合うアクセということで、こちらのコーデは、えっと、揃うことができました。で、こちらで一回プレイしたんですけど、もうすごいスパイシー揚げ派、やっぱかっこいいなって思いましたね。かっこいいというかセクシーかな。このコーデも本当にすごく大好きです。はい、で、今回の、 メインは、えっと、太陽のドレスということで、こんぐらいありますね。あの、かぶったものとかも全部含めてこんぐらいです。やっていきます。エターナルレインボードレス。レインボーベリーパラフェですね。で、とえっと、ワンピースとシューズが出ました。で、あとは、アクセで揃います。スパイスコードの、えっと、エターナルスパン、スパイク、スパイスクラウン。クラウン。で、 ワンピースとシューズが出て、こちらは揃うことができました。あ、シューズが2枚出ましたね。はい。で、次、ロイヤルソードですね。エターナルロイヤルクラウン。で、そのヘアアクセが何枚だ ?2 枚出ました。で、それに合うワンピースが4枚かな ?4 枚同じのを被りましたね。それで、シューズで揃うことができました。で、 こちら、ロマンスキスのエターナルロマンスクラウン。こちらはワンピース。あ、じとりあえず言ってきます。アクセで、ワンピースで、こちらのワンピースは今の期間中プレイすると必ずもらえるものなので、ぜひ欲しい方は今はプレイした方がいいと思います。で、こちらが2枚ですね。えっと、霧の葉ちゃんとみーちゃんのやつでやってきました。で、それでシューズということでこちらも揃うことができました。 で、パーフェクトクイーンのエターナルクイーンサンドル。それと、ヘアアクセ。ですね。で、最後、ふわふわドリームのエターナルドリームドレス。で、こちらはワンピース1枚しか出ていません。で、えっと、今行くと、のエルザさん、エルザさんの方が当たるんですけど、こちらが今回 1, 1セットだけ当た,当たりまして、エルザさんの方でも揃うことができました。 ちょっと QR 隠すんですがめ、めっちゃというかすごいキラキラしてて、で、裏のデザインがこんな感じですね。あの、太陽のドレスということでね、デザインがほんと豪、豪華です。ここすーごい反射。はい。ま、あこんな感じですね。はい。あの、よっ、というわけで、えっと、今回のスター、ス,スタープレミアムじゃない、えっと、 スタープレミアムレアの太陽のドレスはあの、グレートチェンジじゃゲットできなくて、グレートチェンジはゲ,ゲットできないのであの、連続購入で買うと結構本当出やすいですね。はい。というわけで以上で配信結果の方終わりにしたいと思います。ね、なんかすごい長くなってしまったんですけど申し訳ございません。また見てください。バイバイ。